東京オリンピックの聖火ランナーが決まっていた星葉民夫さん、御年94歳。俺もまだね、頑張ればやれるかなと思ってるんだ。4ヶ月後に迫っていた東京オリンピックの延期。26日から予定されておりました東京2020オリンピック聖火リレーはスタートせずに、今後の対応を検討いたします。日本に渡ってきた聖火は当初のスタート地福島県で当面保管される方針で、聖火リレーは来年同じランナーで行われる予定です。年だから体が硬くなってんだわ。星葉さんお気に入りの青いランニングシューズ。雪が溶けて外も歩きやすくなりました。トレーニングとしては今日が初めてなんです。昨日は自宅の周りを数百メートル歩きました。中止になったから走る練習してんの？歩きねえな。中止になったからあるでしょ、1年間練習しなきゃダメでしょ。また8月に誕生日を迎える星葉さん、来年95歳での聖火リレーの挑戦に前向きです。1年伸びて健康だらみんなに見てもらうっていう楽しみもあるからね。トレーニングも重きを置いて、まあ無理しないでやろう、そう思ってます。